アルノルト・ファン・エフモントは、ドイツ・オランダ系のゲルデルン公。エフモント領主やん二世とその妻のマリア・ファン・アルケルの間の長男として生まれた。母方の祖母・ヨハンナがユーリヒ・ゲルデルン公ライナルトの妹だったため、1423年に王王じ、ライナルトが死ぬと、13歳でゲルデルン公爵家の家督を継いだ。神聖ローマ皇帝、ジギスムントは、 有利ヒを相続したベルクコアドルフ7世にゲルデルンをも受け継がせようとしたが、アルノルト側はゲルデルン公領の盗賊に特権の拡大を約束することで支持を獲得し、また、ブルゴーニュ公フィリップ3世の支持も取り付けて公領の支配権を守った。1430年にはフィリップ全領公の命にあたるカタリーナ・フォン・クレーフェと結婚した。しかし、 ユトレヒト氏協領の支配をめぐって、フィリップ全領公と対立し、全領公は、ゲルデルンの有力諸都市と同盟を結んでアルノルトに、脅しをかけた。1465年、全領公に操られた息子アドルフによって、公爵位を奪われ、幽閉された。1471年、全領公の後継者ブルゴーニュコ・シャルルは、アドルフと結立し、今度はアドルフを幽閉した。 代わりに解放されたアルノルトは、1472年に、高領の法律及びハンブルゴーニュ的な諸都市の意思に、反して、高領を都市信仰に対して30万、ラインフローリンで抵当に入れた。翌1473年のアルノルトの死とともに、ゲルデルンは、ブルゴーニュ高領の一部に加えられた。1430年1月26日に、クレーフェにおいて、 クレーマルクコアドルフ一世の娘カタリーナと結婚し、マニニナン三女の計5人の子女を設けた。他に8人の諸子を設けている。ありがとうございます。